知人が10年ほど独学で心理学を勉強しています。洗脳系の好きで人は移り、自分の心は読めないようにコントロールしているので、この人間と喋っていても本音がわかりません。本音で話している時の見分け方わかりますかということなんですが、結論から言うとですね、洗脳系のスキルっていうのはほぼ嘘なんで大丈夫です。安心してください。よく洗脳とか、マインドコントロールって言うんですけど、あれはね、ピアプレッシャーぐらいのレベルです。例えば、じゃあ宗教団体とかで、洗脳されてこんな行動を取ってしまいましたって言ってるんですけど、実はね、洗脳って科学的にはもう否定されてるんですよ。ほぼない。あっても効果が限定的。じゃあどういう風になったら洗脳が起きるかっていうと、周りに、洗脳されてるかのように行動する人を周りに集めると、僕らってピンチに陥ると周りの真似をするっていう習性があるんですよ。例えば分かりやすい例で言うんだったら、じゃあ何か災害が起きましたとね、みんながじゃあ上に避難してますって時に、下に行ける人ってなかなか珍しいんですよ。なんでかっていうと、みんなが上に行くから、周りを見てみんな上に行くからとりあえず上に行こうぜってなるわけなんですよ。っていう風に、周りをおかしい人で固めるとその人もおかしくなるんですが、単独で切り離すとほぼ元に戻るんですよ、人間って。っていうのがあるので、個人で、一個人で洗脳の能力を持つ人はほぼいません。はい。心理学的に誘導するぐらいの方法はあるけど、洗脳までのテクニックはやっぱ無理ですね。コントロールできたとしても、例えば4つとか5つあるものの中から1個を無理やり選ばせるぐらいのことは僕昔やってましたけどできるけど、無限の選択肢から操るとか、思想を歪めるとかっていうのはほぼ無理ですね。はい。